ございます。クレです。今日は金曜日ですね。天気は昨日の夜からすごく雨が降って、で今日こそねダッシュガードだと思ってたんですよ。買ったダッシュガードがあるんで。でも結局ね朝起きたら晴れてたっていうでまたダッシュガードはお預けとなりました。今日はね、まあ、頭の中でね雨の中でこんな感じで散歩っていう絵があったんですけどね、動画でお届けするっていうので今日は計算が狂っちゃって晴れてて、でただ長靴だけ履いてるみたいなことになりました。それでは今日もよろしくお願いします。新たなキノコですね。これまた怖いな。これよいしょ、生えてんな。やっぱりすっげえな。こんな感じであるんですね。知らなかったな。こんな結構大きいですよ。あれはそんなんですからね、気をつけないといけないですね。もう本当にもう気をつけなあかんことばっかりやな。もう行こう。昨日ナギの去勢の相談に動物病院に行ってきたんですけど、でその時の様子がこれです。今動物病院に来ました。これから健康診断とちょっと去勢の相談を先生にします。今動物病院終わりました。健康診断と去勢の相談をしたんですけれども、その時に一緒にあの麻酔をねかけるんだったら、あの後ろの股関節をしっかりとちょっと見てほしいっていう風に伝えたんですけども、そうするとちょっとねやっぱり今来た病院ではその一般的な診療しかできないので専門のところを紹介しますって言われたんですね。でそこへ行って、で一緒に去勢と股関節をしっかりと調べるのがいいんじゃないですかっていう風に言われたので、ちょっとそうしようかなと思って紹介していただいた病院に改めて行こうと思います。なのでまたちょっと先に伸びるかな、なんかちょっとわかんないですけどね。でナギは診察台が怖くて、前注射がちょっと怖かったんですね。診察台に乗ったらねちょっとねおしっこ漏らしちゃいましたね。今度からちょっとおしめしないといけないかもしれないですね。という感じで今日は動物病院終わりました。じゃあ帰ります。で結局ねやっぱりそのナギのこの股関節を去勢と一緒に見てもらうとすると、去勢の時に麻酔をかけるん でその1回のなんとか麻酔で終わらせたいっていうのがやっぱり元々の希望があったの でそしたらねやっぱりその股関節は違う病院に行かれた方がいいっていう風に紹介していただいたの でそこにね月曜日に予約を、次の月曜日に予約を取って、でそこに行くことにしました。でとりあえずそこで一回見てもらって、でどういう検査ができるのかっていう詳しいお話を、なんていう名前だろうな、ペンヒップっていう名前の検査だったように思います。ちょっと間違ってるかもしれないですけどね、まだこの辺下に入れておきます。でその検査を麻酔をかけて、で去勢と一緒にしてもらうっていうのを相談にまずは行ってこようと思ってます。月曜日にね、ちょっとあなたお尻向けんじゃないよ、はい、よいしょよいしょ、はい、そうナギの散歩はね、なんかナギがこういう風にもうなんかもうええわっていう感じになったら帰れるんですよね。だから時間とか関係あんまりなくて、なるまで帰れないって感じですよ。というわけで今日の散歩もそろそろ帰ろうかなと思います。
まあ、最初はね雨でねラッシュガードが切れるそんなをね期待してね思ってたんですけど、もう全然予想が外れてめちゃめちゃ晴れてるんですけどね。でも風が冷たくてね、今日はめっちゃ心地いいですね。風も結構強く吹いてるんで、日差しもね、まあ、梅雨は強いんですけど、そんなになんかもううわー暑いっていう感じじゃないんで、帰るのもったいないなって思うぐらいいい散歩日和でした。さっきねこの公園の清掃をしてくださってる方からお声掛けをいただいて、で動画ね見てますって言ってくださって、でナギのことをねかわいいかわいいって言ってもらってね、本当に思うんですよ、ナギのことをね大事に思ってくださる方がたくさんいるんだなと思ったらありがたいなと思って。でもねご近所の方がねたくさんね見てくださるようになると、逆に今度私がね動画でいいとこだけなんか使えるとこだけ出してるんですけど、そうじゃなくてねこらナギみたいなことを言ってるところをねそのうち目撃されてですね、でなんかね あの飼い主はダメ飼い主だってバレるのももう間近だなと思います。本当に恐ろしい。そんな金曜日ですけどね、で次は月曜日ですね。で月曜日はナギの股関節と去勢の相談に紹介していただいた病院に行ってきます。それではまた月曜日よろしくお願いします。